行くぞ。ただ起きたのは抜け道から参られたのでしょう。その抜け道を教えてもらいます。身を隠していました。あなたには辛い思いをさせてしまいました。まだ忠興の細君を捕らえられないのか。用意した脱出口が塞がれている。明智光秀は生きていた。属性を捨て隠遁していたが、娘であるガラシャの危機に駆けつけたのであった。慶長5年9月、東西の主力は関ヶ原でぶつかり、天下を決める決戦の火蓋が切られた。ガラシャは父光秀、そして多くの太刀と共に優しき世を作るため関ヶ原に向かった。優しき父上の優しき世、太刀とともに作るのじゃ。第5話、関ヶ原の戦い。若者たちを懲らしめるのじゃ。
者のない優しい世、父上と共に作るのじゃ。正則ったら本当は三成と戦いたくないくせに。ならばお説教なのじゃ。正しい道で君やらの目を身勝手な大バカ者なのじゃ。優しい世は優しい父上で何でか気づける。わかりました。私は迷いません。
花は立花の戦をするのみだ。立花とします。勢いを与えてしまう。殿の大使をくじかんとする者、許さまじ。開門。天下のため打って出る。開門。全軍総攻撃をかけよう。俺たちは勝つ。開門。進め。太平の世をこの手で掴むは負けられぬ。